ヤマル半島と周辺の地図赤い部分がヤマル半島ネネツ人の家族ヤマル半島はロシア連邦シベリア北西部のヤマロネネツ自地管区にある半島である。長さは約700キロメートル。西は空海に面し東のオビアンを挟んでギダン半島に向かい合う。北はマリーギナ海峡パガワンを挟んでベルイ島と隣接している。ヤマルとは 先住民族ネネツ人のネネツ語で、最果ての地を意味する。北極圏にあるやマル半島の大部分は永久凍土に覆われており、地質学的には1万年未満の非常に若い地域である。伝統的で大規模なトナカイの遊牧が、ロシア連邦内では最もよく維持されている地域である。数千人のネネツ人やハンティ人が、約50万匹のトナカイを飼育している。また、 数多くの種類の渡り鳥が生息する地域でもある。ヤマル半島の天然ガス埋蔵量はロシア最大とされる。ロシアの巨大ガス企業ガスプロムによりボバネンコフスコー石油ガス電を開発するヤマル計画が計画されているが、伝統的なトナカイの遊牧に重大な影響が心配されている。実際の天然ガス採掘は2017年に延ばテク、 中国石油天然機とシルクロード基金の出資するヤマル LNG により開始され12月8日に最初の液化天然ガスがタンカーに積み込まれた記念式典にはロシア連邦大統領ウラジーミル・プーチンも出席した当初は年産550万トンで2019年まで2650万トンへの増産を目指す LNG は 最氷タンカーなどにより主にアジアへ輸出される予定である。2017年3月には半島東部に建設されたサベッタ港に新造された最氷タンカークリストフ・ドマージュリー号が初入港していた。ヤマルからの LNG 石出船としてはこのほか、商船三井などが発注していたウラジーミル・ルサノフ号が投入される。ありがとうございます。